学船都市アスタリスクがプレイステーションビータでゲーム化。水上学園都市を舞台に少年少女が己の望みをかけて覇を競う。学船都市アスタリスクフェスタ豪華絢爛。2人の主人公が織りなすアスタリスクの世界。セルベレスタの使い手天霧綾と、俺も頑張らないとね。君が主役になるゲームオリジナル主人公。悪いな、本気で行く。どちらの主人公を選ぶのも君次第。選択する主人公によって異なる結末が待っている。ヒロインたちとの出会い、彼らを取り巻く様々な運命、原作アニメにはないシチュエーションでオリジナルストーリーが展開する。いい顔になったではないか。それでこそ私のパートナーだ。いつでも力を貸す準備はできている。それを忘れないで。もっとお近づきになりましょうか。身も心もご期待に応えられるよう全力で参ります。パートナーを選択し、2オン2のタッグバトルに参戦。彼女たちと連携を生かし、戦況に応じた指示で勝利をつかめ。キリンちゃん、行くよ。はい、先輩。時間稼ぎをお願い。了解。絆が深まればパートナーとの合体技も発動。うまくいきます。育成パートではトレーニングのほか、バイトで貯めたお金で武器が購入可能。もちろん武器の強化も。各校の強豪が一堂に集結するフェニックス戦。グラビシーズの力はこんなもんじゃねえぜ。聖戦術を甘く見ない方がいいわ。もっと僕を本気にさせてほしいな。これがマスターより与えられし我が輩の力。性能無知のデクノボーは黙ってなさい。俺の邪魔をすればこうなるのは当然だ。力抜いて。激戦をくぐり抜け、フェスタ優勝を目指せ。戦い勝ち取らなければ君と叶えられない望みがある。プレイステーションビータ専用ソフト、学船都市アスタリスクフェスタ豪華絢爛。2016年1月28日発売予定。初回特典は男の夢と希望が詰まったヒロインたちのワイシャツがもらえるプロダクトコード。Here comes a new heroine! シルビア・リューネハイム。シルビーでいいよ。親しい人はみんなそう呼んでくれてるし。バンダイナムコ